それでは第63回徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議、これを行いましたので、その結果などについて報告をさせていただきます。そしてその前に本日の新規感染者の公表についてであります。昨日8月の24日県内におきまして56名の新型コロナウイルス感染者の発生が確認をされました。公衆衛生上の観点から感染された方がお住まいの市町村名または都道府県名の内訳を公表させていただきます。徳島市28名、鳴門市1名、小松島市6名、阿南市6名、吉野川市1名、阿波市1名、美馬市1名、三好市1名、美波町2名、松重町1名、北島町1名、藍住町2名、板野町2名、東三好町1名、京都府1名、香川県1名となります。また主な感染経路につきましては、濃厚接触者または接触者が23名、クラスター関係が14名となります。その他感染者の年代や主な行動歴、症状の程度など詳細につきましては、記者の皆様方のお手元に配布させていただいている資料をご参照願います。これを受けまして、徳島アラート5指標7項目について順次発表をさせていただきます。まず1番目、直近1週間、これは8月の18日から24日まで、新規感染者数341名となります。2番目、感染経路不明割合、341分の35、10.3% となります。3番目、病床の逼迫具合。1番目の項目、確保病床の使用率、234分の130、55.6% となります。2番目の項目、入院率、406分の130、32.0% となります。重症者割合、25分の1、4.0% となります。4番目の項目、療養者数、406名となります。5番目の項目、 PCR 陽性率、4016分の339、 8.4% となります。続きまして、この度新たに発生が確認をされました40例目から43例目、4つのクラスターについて説明をさせていただきます。なお、1日の発表で4つのクラスターが確認をされるのは県内では初めてのこととなります。それではまず40例目のクラスターについてでありますが、これまで発表いたしました2158、2241、2274、この3名に本日発表の2320、2321、2344、3名を加えた計6名の感染が同じ職場から確認がされます。このことからこの6名をクラスターとして認定することといたしました。この度6名の感染者が発生をした職場について国の方で公表するため、県も補聴を合わせて公表をしていただきたいとのお話をいただいております。職場名につきましては、国土交通省、四国地方整備局、徳島河川国道事務所となります。ということで、こちらということになります。同じ職場において6名、今日、新たにこの3名が加わるということで、全体で6名、我々としては40例目職場クラスター、このように呼ばさせていただきます。それでは続きまして、今度は41例目のクラスターについてであります。
これまで発表いたしました2240例目の1名に、本日発表の2358から61例目までの4名を加えた計5名の感染者が同じ職場から確認がされました。このことからこの5名をクラスターとして認定をさせていただきます。ということで、こちら41例目会社クラスター感染ということで、こちらにありますように、まずこのお一人から始まり、今日発表のこの4名の方、計5名41例目会社クラスターということになります。それでは続きまして、今度は43例目、ちょっと飛びましたかね、42例目が飛んでますね。42例目のクラスターについてでありますが、これまで発表した2284、2292、2295、この3名に、本日発表の2356、2357の2名を加えた計5名の感染が同じ職場から確認をされ、このことからこの5名をクラスターとして認定をさせていただきます。ということで、こちら42例目会社クラスターということで、今日確認をされたのはこちらと発表ですね。ということで、計5名の会社クラスター42例目ということになります。そして今少し申し上げましたが、43例目のクラスターについてであります。こちらはこれまで発表した2201例、そして2245から47例目、この4名に、本日発表の2328例目の1名を加えた計5名の感染者が同じ職場から確認をされ、このことからこの5名をクラスターとして認定をさせていただきます。ということで、こちら43例目会社クラスターということで、今日ここで発表、お一人合わせて5名ということになります。なお41から43の事業所につきましては、保健所による積極的疫学調査、その結果現時点では陽性者と接触した方は全て特定されていることから、事業所名あるいはその所在地につきましては公表を差し控えさせていただきます。本件といたしましては、いずれのクラスターにつきましても引き続き保健所による積極的疫学調査、こちらを継続させていただきまして、残りの濃厚接触者などの検査を早急に実施するとともに、健康観察や外出自粛要請を行うことにより、クラスターの早期封じ込め図ってまいります。続きまして、過去に発生をしたクラスターについて感染者に動きがございましたので、ご報告を申し上げます。まずは32例目飲食店関連クラスターについてであります。新たに二次感染として3名、2324、2342、2343、3名の陽性が確認をされましたので、この3名を関連クラスターに加えることとし、陽性者は全てで35名ということで、こちらにあるように、こちら二次感染3名が加わり35名、非常に大きなクラスターになってきたところであります。次に36例目飲食店関連クラスターについて、新たに3次感染1名、2331例目の陽性が確認をされましたので、この1名を関連クラスターに加えることとし、全体で11名ということでね、こちらにありますように1名加わる、まあ、分かりやすく言うとはしご酒クラスターですね、ということになります。ということで、大変多くのクラスターのご説明申し上げさせていただきました。先ほど第63回徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、私の方から2点指示をさせていただきましたので、このことについてご説明をさせていただきます。
まず1点目、飲食店に対する営業時間短縮要請についてであります。デルタ株、このもたらす感染拡大、昨日も全国では火曜日として過去最多となる2万1570名感染が確認をされ、今我が国ではコロナの感染1日あたり2万人と聞いても驚かない当たり前の状況となった、まさに未曾有の状況ということであります。このような中、本日の政府対策本部におきまして、岡山県、広島県など8道県への緊急事態宣言その発出、また高知など4県へのまん延防止等重点措置の適用が決定をされ、これによって緊急事態宣言は21、またまん延防止等重点措置は8、合わせて33都道府県、数でいうと47都道府県しかありませんので、数の上では7割、人口比でいくともっとすごいことになります。87% を超えるところに強い措置が適用となる、もう全国にまん延防止等重点措置、緊急事態宣言、これらが発動されてもおかしくない状況となっております。それでは本県はどうなっているのか。本県におきましても感染の急拡大、これを受けまして8月の17日には徳島アラート、こちらをステージ3、国でいうところですね、感染拡大注意急増を、そしてその2日後、19日でありますが、これは国でいうところのステージ4、徳島としては未知の領域、特定警戒、本県で初めて発動をさせていただきます。こうした状況を踏まえ、私の方からちょうど17日の日に、飲食店の皆様方に対しまして、再度の営業時間、短縮の要請の可能性についてご示唆をさせていただくとともに、これまで講じていただいている感染対策に加え、県が提供をさせていただく定期の PCR 検査、こちらの積極的な活用を呼びかけさせていただいたところであります。そして当初、まず目標とするところ、その当時としては、すでに実施をいただいているところが188、その約3倍を。そして申し込みをいただいているところは240、その倍以上をということで、全体で500店舗、こちらに呼びかけをし、もし今日、8月の25日までこれが達成をできなければ、感染状況いかんにかかわらず、ここのところは、8月の27日から時短の要請をかけさせていただく。店員の皆様方の安全安心、お客の皆様方の安心、これを担保することが難しいのではないかということで申し上げさせていただいたところ、今回目標を大きく上回る651点の皆さん方から申し込みをいただいたところであり、まずはこうしたご尽力に心から感謝を申し上げたいと思います。まあ、しかしそうした状況の中で今日の感染状況56という数字、先ほども申し上げたように第5波の中では過去最高、そして全体で見ても5月の3日この時が60、過去最高でありましたが、それに次ぐ第2位ということですし、ここのところ52あるいは55、こうした数字がよく出てくるわけでありまして、そうした意味では8月に入っての例えば飲食店関連、こちらの感染状況もこれまでずっと見ていただいておりますが、このような形で8月の7日1例目が出てからずっと出続けている。しかも特にこの中では17日以降ですね、こちら6を超えてずっと高止まり、18という日も、また2桁の日もたくさんあったところであります。なかなか厳しい。そして累計全体としても 21.6% が飲食の場に関わるものということになりました。そういうことで本日発表の分も含めまして、
8月に確認をされた13例のクラスター、このうち5例が飲食店あるいは飲食を伴うイベントから生まれたものでありまして、特に本日確認された4例過去最高の1日当たりということですが、そのうちの2例つまり半分ですね、こちらが飲食の場が関連をしている恐れがあるなど、まさに飲食店関係、その感染の広がりが強く見受けられるところであります。まあ、こうした状況に鑑みまして、これ以上感染の拡大を何としても防いでいくためには、県内の人流、特に夜間の人流、これを抑制する必要がありますことから、本県の専門家会議、委員の皆様方からのアドバイス、ご意見も踏まえまして、県内全域の飲食店の皆様方に予告をさせていただいた通り、明後日、8月の27日金曜日から全国で緊急事態宣言、こうしたもの、あるいはまん延防止等重点措置、その期限とされる9月の12日日曜日までの17日間、営業時間の短縮の要請をさせていただくこととなります。ということで、こちら、ということになります。ぜひ、飲食店の皆様方には、この時短の要請の趣旨、ご理解をいただき、最大限のご協力、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。なお、時短のその中身、少し申し上げてまいります。まずは営業の時間、まあ、前回4月の16日から5月の31日まで初めて県内でかけさせていただいたときは、午前5時から21時まで、お酒の提供は20時までとさせていただきましたが、第4波とは違い、今回第5波、大変厳しい状況が続いておりますので、これを1時間早めさせていただいて、5時から20時までを営業時間、お酒の提供は19時までとさせていただきます。そして要請のご協力をいただいた飲食店の皆様方には、ガイドライン実践店、このステッカーを提示いただいていることを条件とさせていただきまして、前回同様、売上に応じ、1日につき3万円から7万5000円の協力金を支給させていただきます。この協力金につきましては、定期 PCR 検査、こちらにお申し込みをいただき、その検査をお受けをいただき、コロナ密対策密防止店となっていただいた店舗につきましては、そのご尽力、ご努力に対しお答えをするために、協力金の一部、定額25万円、こちらを時短要請の期間満了を待つことなく、前払いをさせていただきます。この一時一部前払いの受付につきましては、時短要請初日の翌日、8月の28日土曜日から開始させていただき、受付後5日程度で支払い手続きを完了させていただきます。また今回営業時間短縮によって経営に影響を受ける飲食店との取引関係のある事業者の皆さん、客待ちをされるタクシー事業者の皆さん、代行事業者の皆様方にも前回同様支援を行わさせていただきます。次に県民事業者の皆様方へのお願いについてであります。県民の皆様方にはこちら紫色の特定形態ということでね、こちら9月の12日までということで、時短のお願いもこちらに書かせていただいております。緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、もう書ききれないぐらい、なんといっても33都道府県でありますので、こことの行き来、最大限にご注意をお願いをしたいというものであります。少し今の表解説をさせていただきます。県民の皆様方におかれましては、今回の飲食店営業時間の短縮、また昨日から県立施設、またご要請をさせていただき、こうしていただいている市町村立の施設、こちらで実施をしている20時以降の原則閉館の趣旨を十分にご理解をいただきまして、
人流の抑制、昼に夜に一層のご協力よろしくお願いを申し上げたいと存じます。また緊急事態宣言、まん延防止等重点措置対象地区33都道府県にまたがるわけでありますが、そことの往来、これまで以上に慎重にも慎重にももう一つ慎重に対応をしていただきたいと思います。そしてやむを得ず県外からの帰省予定をされている皆様方、そして県外に帰省をされていて新学期を迎え、クラブ活動あるいは事業などで徳島にお戻りをいただく皆様方についてはぜひ県の事前 PCR 検査受験制度、この活用をよろしくお願いを申し上げます。ということで新たなジャンルが加わっておりますので、もうすでに8000を超える皆様方からお申し込みいただいているところでありますので、どんどんお申し込みをいただきたいと思います。これまで県外におられる皆さん方もこういう形でぜひしっかりと対応をしていただきたいと思います。また実は県内の高校に在学している高校生の皆さん方についても同様の制度すでにスタートを切っているところでありまして、まあ、この度夏休み中の PCR、 これは公立私立を問わずということでありますが、8月の25日今日の10時現在ということで127名、先ほどのうち数となりますがすでにお申し込みをいただいているところであります。そして企業の皆様方にもお願いをさせていただきます。県外の出張、こうした点についてもぜひ今回は見送っていただく、やむを得ない出張の場合にはぜひ被験者の皆さん方にその初知恵の PCR 検査の実施、あるいは徳島についてすぐ対応、ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。県外からおいでをいただく皆様方には極力テレビ会議システム、これを導入をしていただきたいと思います。次に非常に悩ましいのが家庭内感染、全国で広がっているところであります。実は本日の発表で家庭内感染8家族12例確認をされており、8月の累計でなんと152出ているところであり、比率からいきますと 25.9%、 8月の1日からない日はない、しかも特に17日以降については非常に多い数となっておりますし、特に18日以降その引き金が県外由来、毎日のようにということになっております。25.9% ですから全体のなんと4分の1を超えるものが実は家庭内感染が起因するものということになります。そこでもう見たよとおっしゃるかもしれませんが、家庭内感染大きく分けると2つ、体調の悪い方がおられる場合の対応、部屋を分ける、お世話をされる方はお一人、全員が家の中か家でもそういう方がおられる場合はマスクを常備していただく、また家庭内での普段からの対応、手洗い、うがいの励行、換気をこまめに、手で触れる共有部分の消毒、接触感染の防止、また汚れたシーツ、衣類、こうしたものをこまめに洗濯を、ゴミ袋については必ず密閉をして捨てていただきたいと思います。そして事業者の皆様方にもう一つお願いをしたいと思います。17日に認定をした会社関連クラスターにおいても、かつても会社関連クラスターであったんですが、防衛機器を共有をする、あの場では非常に多くの皆さん方が、関連会社の皆さんもそうだったんですが、その防衛機器をみんなが使っていたということであっという間に広がったんですね。ぜひこれは避けてもらいたいと申し上げたんですが、また同じものが起こったということでありますので、防衛機器の共有、これについてはぜひ防いでいただきたいと思います。また本日から新学期を迎える学校も出てまいりました。家庭内感染増えている状況を申し上げましたが、家庭から今度は学校へ感染が広がる事例が増加する恐れがあるということで、
県としても先取りの対応ということで、アスティ徳島における大規模集団接種、県主導のものでありますが、8月の29日までに、教職員5420名のワクチン接種、終了する予定となっております。また、クラスターなどよく出た寮、その寮生の皆さん方についても、公立、私立を問わず、254名が、8月の29日までに接種が終了する予定となっております。さらには就職や進学に向けて県外との往来が増える高校3年生の皆さん方、8月の21日から接種、こちらを開始をしているところで、私も視察の方に行かせていただきました。今後におきましても学校内、あるいは地域で感染拡大がもし見られた場合には、分散登校を実施をする、あるいは一人一台端末がすでに出来上がっている徳島でありますので、リモート学習にも万全の備えを行っていくこととしておりまして、加えて新学期を迎えるにあたり、少しでも体調に異変を感じた教職員の皆さん方が、希望をすれば速やかに検査ができるように、抗原簡易キットを各校へ備え、準備も進めてまいります。高い緊張感を持って、この感染爆発、何としても県内に持ち込ませない、発生させない、そうした対応を進めてまいります。どうぞよろしくお願いをいたします。幹事社の読売新聞からなんですが、はい、今回のクラスターの中でなんですが、この会社クラスター、まあ、4つのクラスター、その会社と職場なんですが、これ、全ては同じ仕事場内で発生したクラスター。ということでよろしいでしょうか。はい、で特に先ほど応援機器の共有の話を言ってらっしゃいましたが、今日のこの4つのクラスターの中で何かこれまでの聞き取りで分かっている範囲何かありますでしょうか。まあ、今回全体この1日に4つというのは実は初めて、しかも全てが会社関連クラスターということでありまして、まあ、この4つで21陽性者が確認をされたということで、例えば一つずつ少し申し上げていきますと、40例目、こちらについては場所を公表させていただきました。こちらは職場内での会議、あるいは打ち合わせによる接触が確認をされており、その場を通じて感染が広がったと考えられます。次に43例目、こちらは会社の寮で生活をしている方がおられることから、会社の寮、こちらを中心に感染が広がった可能性が認められます。次に41、42、2つの事案につきましては、現段階ではまだ積極的疫学調査中でありますが、同僚と飲酒を伴う飲食店に行かれた方がおられまして、おそらくここが感染の契機になったのではないか、その可能性、今深掘りをさせていただいております。また、それ以外にも先ほど申し上げたように、業務を通じてでの会話、あるいは応援機器の共有、車での移動、飲食店で昼食を一緒に取るなど、何らかの接触があった方が確認をされております。おそらくそれら一つということではなく、複数に絡み合ったものと、積極的な疫学調査、引き続き対応をさせていただきます。時短、飲食店の営業時間の短縮の関係なんですけれども、まあ、飲食店の中からは過去のからよく飲食店いじめというか飲食店だけターゲットを絞るのはみたいな話もあったと思うんですが、改めてこういった飲食店の営業時間短縮をかける意義をどこにはい、でしょうか。実は本件においても特に後半ですね、飲食店に関わるということで、先ほども図表を見ていただいたように、この飲食店にまつわるこの今回、クラスター、こうしたものの数、これも申し上げた通りでありますし、また、途中、これはまあ1日からずっと出たわけではないんですが、このような形、7日の日からずっと上がり続けて、そして高止まり、なかなか落ちないということで、そしてクラスターもどんどん出てくるということがある。今日の4つのうち、今申し上げたように、2つはこの飲食にまつわるもの、こうしたものも考えられる。ということがありますので、この三つ星店への可能性、こうしたものが当初500といったものが651になった、ここは多とするところなんですが、やはりここのところ、しっかりと飲食の場、特に夜間の
人出、こうしたものを抑えていかなければ、四国三県がすべてまん延防止等重点措置になり、お酒の提供がすべて禁じられるんですね。となってくると、四国でお酒を飲みたいんだったら徳島へ行け、あるいはお隣の兵庫、今日も過去最高、大阪同様ということで、兵庫、大阪、あるいは岡山、広島、これらはみんな緊急事態宣言ですので、お酒の提供も全くダメですし、大変行動が規制をされる。であれば、やはり何もかかってない徳島へ行け、これが合言葉になりかねということになりますので、やはり我々としても防御をする。もちろん、お酒の提供を断る。今の段階ではないと考えているところですが、時間についても全国的なトレンド、第4波とは違って、第5波、1時間短縮をさせていただく。まあ、こうした形で、そしてできれば三つ星で、店員の皆さん方、実は連日陽性者も出ている。まあ、これが事前にチェックをできているっていう証拠になるわけなんですが、ぜひ、定期 PCR 検査、これに応じていただいて、今500を超えて651になってきたところでありますが、全部でガイドライン実践店は5000店舗ありますので、できればその1割っていうんではなく、さらにこれを積み重ねていく、例えば2割1000店舗になっていければありがたいなと。まあ、こうした形で店員の皆さん方の危険度も増すわけでありますので、店員の皆さん方が安心して働ける、そうした職場を、そして店員の皆さん方が安心できるということは、お客さんも安心して使うことができる、そうしたお店に三つ星店になっていただきたい、このように考えます。先ほどメイトシステムとしてその三つ星店対象に協力金の前払いの話もありましたが、だからこれから改めてそういったPCR、例えばそういった申し込みをされて、そのこれからのうちに三つ星店になったところもそういった対象になるそうです。わかりました。では他ありましたらよろしくお願いします。どうぞ。福島の杉田です。三つ星店に関しては28日から受付開始で協力金の前払いを払うということでしたけれども、通常の店舗については9月12日の期限が終わった後に申請する形です。前回も同様だったんですけど、翌日の13日から受付を開始。わかりました。あとすみません、クラスターの関係で40例目の正式名称なんですけど、四国整備局の徳島河川国道事務所。ちょっと正式でなくてですね、もう一回申し上げますと、はい、国土交通省四国地方整備局、四国そこに出てます、四国地方整備局徳島河川国道事務所ということです。ありがとうございます。どうぞ。時間のことに関連してなくて、はいはい、一般の、お店が9月13日から受付を開始する協力金の受付を開始するんですけども、これはお金が振り込まれるのって大体申し込んだら5日後くらいになるでしょうか。前回の時は5月の31日までということで、3期に分かれて実は振り込みをさせていただきました。つまり2度延長しましたので、そして第1期第2期の時は大体10日、こちらで出させていただく。第3期については少し期間が長くなっていたのですから、少し審査時間がかかるということですが、全国なかなか時短に応じていただけない、これを理由というのは、東京大阪ですと大体申請をしてから4ヶ月かかる。これだったら店潰れるから、こんだったらやる。罰則の50万払うんだったら払う。こうした状況だったんですね。こうした声がありましたので、なるべく徳島の場合は早く、しかも 99.4% 全県からお店で従っていただいた。そのご尽力に対してはしっかりお答えをしなければ。ということで、第1期、第2期についてはまず10日、これを目指してやる。でただ今回、生活衛生同業組合、特に飲食の場の3組合、そして全体の連絡協議会の会長、森浦会長さん、皆さん方がお入りをいただいて、時短要請に対しては協力をする。ただし、この支援金について、協力金については、極力早く出してもらいたい。
こういうご要請をいただいたんですね。ということで、まあ、前回は1期2期分については10日、3期分についてはもうちょっとかかったんですけど、その10日よりは極力早くしたいと、まず考えています。そして新たな制度として、この三つ星、特にこの三つ星にチャレンジできるのは、ガイドライン実践点、県全県下では5000点。さらにこの中で、徳島コロナお知らせシステムを導入している、この2つがあるところで、定期 PCR 検査に応募をいただいて、1回でもやっていただく、ただ応募だけではちょっと足りないですね。やっていただく。そうすると、これで正式に三つ星点になる。こうした皆さん方については、ご申請をいただいた場合、25万円。つまり、例えば、最低のランク、売上のランクでいきますと、3万円かける17で51万円になるんですね。その場合、25万ということは、約その半分。こちらを定額として、すべての皆さん方に、まずはお支払いをしよう、ということになります。ということで、この前渡しというのは、初めての制度。業界の皆さん方に PCR、特にこれを協力をいただいて、県外から来られた場合に、当然することは想定されますので、そこの場合に店員さんが怖いと思われないように、そして店員さんたちの安心をしっかりと確保、そしてそれによって、そのお店だったら店員さんが PCR 検査、1週間に1回はやっている、だったら安心して使えるんじゃないか。県民の皆さん方にも安心感を与えていただく、そのご尽力をいただいている、その部分についてのメリットシステムを今回導入させていただきます。そういうことです。時短要請で、この事業者の方に向けて、問い合わせ先はどちらになるんでしょうか。これは県の機関による、またそうした点については、例えばコールセンターとか、番号をご用意、それまでの間にさせていただきます。どうぞ。宿泊療養者数が、はい、だいぶ増えてきてるんですけども、療養施設を増やす方針を知事示してらっしゃったと思うんですが、はい、それでいつ頃どのくらいっていう目処は立っているんですか。で、規模感はすでに最初にお聞きになられたときに答えを申し上げていて、できたら2桁100ぐらいを目指していきたいと申し上げました。そして時期についてはなるべく早く対応ということで、まあ、できれば今月末か来月の頭、こうしたところで対応できるようにしていきたいと、今最終調整段階、お考えをいただければと思います。100くらいというのは達成できそうなんでしょうか。頑張ります。ですよね。いや、頑張ります。健康観察者が44名ということで、まあ、ちょっと日々増えているように見えるんですけども、はい、この方は自己都合、ご自分でご希望されて自宅でおられているので、はい、まあ、現段階でもそういう認識でよろしいですか。いや、認識って事実がそうなっています。わかりました。まあ、今回昨日から比べると11名増えて44名となっていますが、すべてまずはご本人の事情、また症状、療養環境、これを入院調整本部のドクター、医師が確認をさせていただいて、ドクターの判断もこれに加えて、そして自宅療養という形になっています。そこでどうしてこんな増えてくるのかということなんですが、先ほど相関関連で申し上げているこの家庭内感染が非常に増えてきてますよ、うなぎ登り。お店を貸していただいたかと思います。まあ、もう一度念のためにご覧をいただきたいんですが、このような今形になっています。8月の1日からずっと出ているんですが、全く前半と後半で様相が変わっているんですね。非常に後半増えてきている。しかも、県外由来、つまり帰省した人たちが入ってドーンと増える。つまりこうなると何が起こるかということなんですが、ご家族全体、例えば帰ってきた方が1名、ご家族5名だったら合わせて6名が全員感染しちゃう。となるともう家で一緒にいたい、その代わりケアを我々としてはしっかりかかりつけ医、あるいはサポート医、これは県の医師会の皆さん方が
4月の第4波、大変な1ヶ月で773名出たときにご考案をいただいた、このシステムをスムーズに活用させていただく。もちろんそれ以外にも食物アレルギーの方も多くおられて、いわゆる療養食を食べれない、こうした方がおられます。まあ、ということで、今申し上げたように、このグラフご理解をいただければ、答えは一目瞭然ということになります。どうぞ。数週間前まではですね、感染者の方すごく少ない状況が続いてまして、無症状の方も含めて全員入院という状況がしばらくあったかと思うんですけれども、当然、状況変わってきて、ドクターの判断の基準というのも少しずつ変わってきているんだろうと思うんですけれども、現時点で入院されている方とか宿泊療養の施設に入られている方、ね、どういった例えば軽症の症状がある方は全部入院しているとか、軽症の方も一部こう宿泊療養に入ってもらっていて、中等症以上から入院とか、どういったこう判断の基準、現在ですね、入院されているか、最終的にはドクターが判断するんですが、つまり余裕がの病床にある場合であれば、無症状の人ももちろん徳島の方針としては入っていたら、しかし若い人たちが増えてきたっていうのは、今回でもこれ7月に入ってからの感染状況ということでありますが、だいたい30代以下、若い皆さん方と呼んでいるんですが、66.8% 全体の感染の中、7月以降ですね。ということになると、やはりこの宿泊療養、それで多くは今もう無症状か軽症なんですね。ということで重症もお一人ということでありますので、その軽症のところが一つの判断のメルクマールになって、やはりそうした方々でもしパッと病変しそう、ここはドクターの判断しかないわけですね。どんな基準だっていうのはあるわけではありませんので、そうした軽症者の中の判断をしていくということになるかと思います。じゃあ宿泊療養か入院かの境は軽症の中にある。そうです、徳島の場合は。どうぞ。今の話に関連しまして、埼玉とか神奈川とか、症状を点数化して基準を作っているところもあるんですが、徳島県は現時点でこういうふうな症状を点数化して振り分けていくというような基準はないということですか。基準がないというよりも、点数化をしなければいけないというのはまさに命のトリアージ、つまり医療崩壊を超えて災害医療、こうしたものをとにかくテキパキやらないと希望的に間に合わない。本来はそれぞれのいわゆる患者さんの状況、もちろん症状の一人をしっかりする、あるいはアレルギーがあるのかどうか、既往症があるのかどうか、あるいは家庭内環境がどうなのか、こうしたところまで患者さんに寄り添って、そして聞き取りをドクターがして判断をしていく。ですから無症状であっても入院する人がいるし、あるいは軽症であってももちろん宿泊療、メインは宿泊療に入っているんですよね。これで入る、それぞれドクターが患者さん一人一人に寄り添って、いわゆるきめ細やかにやれる、これができなくなった段階で医療崩壊が始まり、そして点数化をして最終的には災害医療、命のトリアージに移っていく。東京、神奈川、千葉、埼玉、今の感染状況からすると、まさに医療崩壊、このように言われ、災害医療だと、こうしたのが今の形というふうにご理解をいただければと思います。そろそろ時間を過ぎてますが、よろしいでしょうか。では、これで終わりたいと思います。はい、それではよろしくお願いいたします。